ちょっとマジで聞いてほしい話があって、今日こう日々生活をしていて新しい出会いみたいなのが、クリエイターさんとかね、そういう仕事関係の人で新しく知り合う人とかもちろんいたりはするんだけど、まあ恋愛的な新しい出会いみたいなんてやっぱマジでないわけ。なんか大人になればなるほどさ、出会いみたいなものってなくなるわけじゃん。でも全然それは理解してて、とある LINE が来たんすよ、2日前ぐらいに。その相手が誰かっていうと、6年前とか、ほんともうどんな出会い方だったかも覚えてない、まあとある男性からね連絡が来たんすよ。久しぶり、元気みたいな。 LINE に表示されてる名前を見た瞬間、マジでまず誰かが分かんなかったの。名前すら僕忘れてて、誰ってなって、まあ一回だけ遊んだことがある男の人やったんよね。マジで一回だけ。なんか昼飯行ってスタバ行って解散した人だと思って急に何と思って、で僕は男性にマルチ商法を勧誘されたっていう経験がありますから、これ来たか来たかって思ってたの。おもろいやんと思いながら、まあ、久しぶりだよみたいな感じで連絡を返したわけですよ。今どこに住んでんのって聞かれて、もう今もう東京住んで5年ぐらい経つわみたいな。で割とまあ会おうと思えば会える距離にいて、でみたいな。でそのラリーがあった後に、久しぶりに会いたいわみたいな LINE が来たの。え、怖ってなって、だっておかしいじゃん、なんだろうって思って、その人の名前でインスタを検索したわけ。去年の年末、1年経ってないんだけど、結婚しましたっていうインスタの投稿があったの。きっしょってなって、お前結婚しとるし、結婚して1年も経ってない新婚やないか、腹渡なんか煮えくり返ってきてさ、マジで。いやそれでね、ちょっと泳がせようと思って、で東京来ることあんのって聞いたの。全然行くよみたいな、どこ住んでんのみたいな感じで言われて、これは東京で僕と会ってあわよくば家とか来て、お前セックスしたいんだろうと思って、クソイラついてきて、奥さんとか結婚してないのって聞いたら、もうなんかそれまでは LINE のラリーがマジですぐ既読になるみたいな、すぐ既読になってすぐ返事返ってくるみたいな感じだったんだけど、30分ぐらい返ってこなくて、どう返事するか悩んでんのかなって。でもこっちはさ、もうジャブ打ってるわけだからさ、こう心理戦に持ち込んでさ、でその LINE の返事が、結婚したよ、リンはっていう返信だったの。あ、こいつ普通に言うんやと思って、で僕は結婚する気配なしわらみたいな感じで送ったの。そしたら、まあいいじゃんみたいな、別に結婚が全てじゃないしいいじゃんみたいな、なんか既婚者特有のなんか余裕見せてきやがって、こいつマジで腹立つわと思って、もう時間の無駄だこれって思って速攻ブロックしました。ほんまにキモいと思って、そっからラリー続けてたら、なんか結婚したことは言ってるし、それを知った上でこの子は会ってくれるんだみたいな風に思って、舐められるからそいつに速攻ブロックしたわ。マジでさ、なんでこんなキメえ男しかいねえんだよ、ほんと死ねえよマジ。マジでさ、奥さんにチクりたいもんね普通に。あなたの旦那さん結婚して1年も経ってないのに、5、6年前に連絡取ってた私に連絡してきて会いたいとか言ってますよって、マジ言ってやろうかなって思ったもんな。一つの家庭潰そうかなって。東京まで来させて放置いやまあそれはありだった。じゃあどこどこ何日渋谷駅の前で集合ねっつって、そこでブロックするのもまあありだったわな。でもまあなんかそんなんするのももう時間の無駄だわと思って、めんどくせえと思ってブロックしたんだけど、 2 weeks later. つい最近さ、昔に連絡を取ってた異性の男性が急に、僕結婚しようと思ってて彼女もできたんだよねみたいな、りんちゃんがかっこいいねって言ってくれてた車あるじゃん、それ売ろうと思ってんだよねっていう、ゴミみてえな連絡してきた男がいたんだよ、知らねえよっていう。結論から言うと、ブロックしたんだけど、そいつのことも連絡が来たの。元気みたいな、元気だけど何って返したの。引っ越したんだよねみたいな
ことを言われたの、その返事に。そうなんだって言ったら、でもう彼女の話しようと思って、彼女だどうなんって言ったの。そしたらなんか凛のことを考えてしまうの、いいことなんだろうかっていう感じなんだよねってきて、僕もうシンプルにはって送ったの。僕はダメな男なんですみたいな返事が返ってきて、はい終わりですって思って、でそっから凛のことを諦めて忘れるように彼女を作ったけど、すれ違いとかもあったのかなと思って、本当に諦めてよかったのかなとかいろいろ思ってしまうんだよねみたいな連絡が来て、で僕はもう正論で返しました。彼女の立場になった時こういう連絡が来ること自体嫌だって思わないのって、そんな風に彼女、今の付き合ってる彼女を大切にできないような男の人のことを私は好きになること金輪際ございませんって送ってブロックした。はぁ、気持ちいいと思って、ゴミ、くたばれ、マジでくたばれ、お前は俺の知らないところでのたれ死ね。